ドラムロー、テルでーす。ということで今日も、ちょっとね、なかなか、冒頭からなんですけども申し訳ございません。リクエスト曲を何曲かいただいてるんですが、まだちょっと、オリンピックばっかり見てて とか、子供とお散歩にいっぱい行ったりしてて、連休中にバテバテになっておりまして、曲がまだ進んでおりませんので、こうしてちょっと収録現場で言い訳動画を撮らせていただいております。申し訳ございません。はい。なので、ちょっと今日は、ちょっと他の曲とかも軽く収録したんですが、今日はこんな感じのオタク壁紙をちょっとさらしてみるっていう動画にしてみます。これはね、チャド・スミスのサインなんですけども、これは超昔のメタリカのポスター。これはね、メタリオンっていうバーンの付録じゃねえや、別冊バーンのなんか、別冊誌の付録のポスターかな。これもそんな感じ だったっけな。これは何だったっけな。これもバーンの付録かな。めっちゃ若いジェームズ・ヘッドフィールドさんですね。はい、こんな感じです。猪之助も元気にやっております。米国さん、こんな感じのオタクなインゲニウム。感じのドラムセットではありますが、ちょっとね、防音がはだけてきちゃってるんで、あんま見せたくないんで、はい、こんな感じで録音しております。これが GoPro Max なんですけど、GoPro 買い替えたいな。GoPro 5%。ジルジャン。どうですかね。あとこれがパイステさんですね。これはサブハイハットの13インチだね。13インチのサブの全の、こっちとこっちが全のシンバル。でね、最近、ジルジャン、Z カスタム。ちょっと鳴りが、ちょっと大きいかな。まあ、私が鳴らすのが下手っぴっていうのもあるんですけどね。こんな感じです。ジルジャンのオリエンタル、このチャイナは気に入ってるんですけど、この間編集で音を結構ハイめにしたら、すごいスカーンっていう音になってたね。ちょっとまたいろいろ音の編集も試しながら、動画編集も曲も全部自分で一人でやってるんで、ちょっと追いつかない時もあるので申し訳ございませんが、他の動画などもございますので、楽しみながらお待ちいただけると嬉しいと思います。なので、まあいろいろね、不備な点がございますが、コツコツ続けていきたいと思いますので、応援よろしくお願いいたします。よければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。